蒸し汁。スープがある程度冷めてから、油を吸い取る紙や、新聞紙、キッチンペーパーなどに含ませて捨てます。ただ、捨てるだけではもったいないので、キッチンペーパーで台所を掃除してからゴミ袋に捨て、そこに汁を流す人もいます。掃除で使った古い雑巾をある程度貯めておいて、それに含ませて捨てる人もいます。Amazon などで 500g、1000円くらいで販売されている吸水ポリマーを使います。これは災害時の非常用トイレなどにも使えます。コップ1杯分、約 200ml のスープを固めるのに 4g 程度。コンビニでもらえるスプーンで測ると 2.5g 程度なので、スプーン2杯分より少ないくらいで固まります。コストは1回8円くらいです。ゆっくり固まっていくので、全然固まらない後、吸水ポリマーをどんどん追加投入していかないことをお勧めします。汁と同じくらいの分量が必要になりますが、片栗粉を使っても汁を固めることができます。必ず汁を熱い状態にして混ぜます。冷えてきたら固まってくるので、燃えるゴミとして破棄します。油を捨てる固めるテンプルという商品も同じで、80度くらいまで加熱した状態で混ぜて、冷えてきたら固まります。汁が多い場合は、加熱して水分を飛ばすと、水分量を減らせます。残り汁を料理に使って処分する人もいます。ペヤングソース焼きそばで湯切りをしますが、お湯をそのまま捨てると、流し台と排水管が傷みます。シンクにお湯を捨てると音がするような場合、シンクを傷めています。また、60度以上のお湯。素材によっては45度以上で配管を傷める可能性があるため、湯切りをするときには水道を出して、排水管に流す温度を下げる方がいいです。また、湯切りしたお湯には少量の油も含まれているため、湯切りした後、しばらく水を流して排水管をきれいにしておくといいです。ラーメンの汁には油や塩が含まれていて、排水管を腐食させて寿命が短くなります。また、熱いまま流すと、先ほども言いましたが、排水管が熱でやられます。パスタの茹で汁なども、熱い状態で流すと、シンクも排水管もダメになります。油は冷えると固まり、パイプの内側に付着していきます。そして徐々に腐敗して、ひどい匂いを放つようになります。排水管が詰まると逆流してきて、業者が来るまで排水できなくなり、とても不便です。費用も高くつきます。めんどくさいからと下水に捨てていると、もっと面倒で嫌なことが待っています。トイレならいいだろうという人がいますが、台所もトイレも流れるのは同じ下水管です。油が配管の内部にこびりつき、どんどん詰まって、最終的には逆流してきますが、そうなったら笑えません。飲食店では、下水に油を流さないように、する装置を設置しなければならないそうです。地域によっては一般家庭でも汚水処理装置を設置しなければならない場所もあります。下水局ホームページのリンクを概要欄に貼っておきますので、興味がある方はご覧ください。